ショーケースのガラスが割られ、人気アニメのカードが大量に盗まれました。被害に遭った岡崎市のゲームプラザ33岡崎店によりますと、午前2時ごろ、警備会社からの連絡で空き巣に気づき、警察に被害届を出しました。盗まれたのは、今日発売の人気アニメワンピースのおよそ5000円のトレーディングカードのボックス60箱と、1枚10万円相当する遊戯王の高額カードなどということです。